油圧システムはコンパクト、パワフル、イージーコントロールです。航空機には油圧システムが使われております。油圧システムの誤作動は壊滅的状況をもたらします。そのためクリーンに保ち、正しく作動させることが重要です。さらにシステムコンポーネントの交換費用は非常に値段が高くなります。油圧システム内のコンタミ除去のためにインラインフィルターが装着されております。インラインフィルターに使われている露材はグラスファイバーやメタルファイバーとなります。グラスファイバー露材はバインダーを使用しているために構造的に弱くなりますが、メタルファイバー露材はバインダーを使用していません。航空機の油圧システムは経路内での流速の変動があり、バイブレーションにもさらされております。そのためにグラスファイバー露材からファイバー離脱が生じ、それが経路内でのコンタミとなってしまいます。しかしメタルファイバー露材は金属製のためにとても強く、メタルファイバーそのものが焼結されているので経路内にファイバーとして流出することがございません。ベカルトはフィルター露材の生産に50年以上の経験を持ち、金属繊維製品の焼結でも実績のあるスペシャリストです。ベカルトの金属繊維焼結体であるベキポアは空撃率が高く交流量です。また確実に5ミクロンをクリアします。バインダーは使っておらず、強度も高く耐久性もあり、ろ過効率も良いので油圧システム用フィルター露材としては最適です。つまり油圧システムやコンポーネントを摩耗させる細かいコンタミも除去できるので、油圧経路内をクリアに保ちます。高くつく部品交換のコストを省くだけでなく、最終的に航空機の安全性を高めます。金属繊維でどのようにあなたのビジネスを広げられるか、お知りになりたいですか？どうぞ弊社ウェブサイトメタルファイバーズベカルト .com をお尋ねください。